アンダルシア州セビリアのザラ店舗ザラはインディテックスが展開するスペインのファッションチェーン。全世界に2040を超える店舗を展開している。日本法人はザラジャパン株式会社。ガリシア語とスペイン語ではサラ、シーターアート濁らずに読む。ファッション性に優れた服を手頃な価格で提供することで成功したいわゆるファストファッションブランドの一つ。 子供服から婦人服、紳士服まで幅広く展開する。アメリカ、ヨーロッパ、アジアに進出しており、特にヨーロッパでの人気が高い。200人以上のデザイナーが1シーズンに3万以上のモデルをデザインしている。企画、デザインから製造、販売までを自社で担い、卸売業者を返さないことで、コストダウンや在庫管理の円滑化、消費者ニーズへの素早い対応などを可能にした。 このような戦略を可能にした理由の一つとして、デルやトヨタ自動車と同様のサプライチェーン方式を採用している点がある。ザラでは2週間単位で新商品が投入され、店頭には常に新しい商品が並べられている。それまでのスペインでは、百貨店などの大型店よりも専門店が占める割合が大きく、多数の店舗を展開するザラは革新的な存在だった。 生産拠点は、スペイン、ポルトガル、中華人民共和国、インド、トルコに分散しており、生産された商品は、一旦スペインの物流センターに集められた後、ヨーロッパの国に対しては24時間以内に、アメリカ・アジアの国に対しては48時間以内に、届けることができる。パリのオペラ座やニューヨークの双方地区など、世界の主要都市の繁華街に、大型店を展開し、 店舗そのものを広告塔とすることで広告宣伝費を抑える戦略を取ってきたが現在では市場に合わせて一定の広告宣伝も行っているザラ TRF とはトラファルックの略称であり他のラインと比べカジュアルルックを意識したモードを展開しているその中でもザラ TRF の名前を一躍有名にしたものがクラッシュデニムであるザラベーシックは ザラの考え方を踏襲し、スタンダードなラインを展開している。特にコートは幅広い商品が用意されている。また、ライダースも人気が高い。ザラウーマンは世界4大コレクションの中からエッセンスを抽出し、洗練された大人のモードを意識した商品を展開している。他のラインと比較して高価格帯であるが愛好者は多い。1975年に、 アマンシオ・ールテガとロザリア・メラ夫妻がスペインのアコルーニャに1号店を開店。1988年にポルトガルに店舗を開店させて国外進出を開始すると1989年にはニューヨークとパリにも店を構えた。2005年にはスペインの全企業中第21位の売上高を上げるまでに成長した。2008年時点で 世界60カ国で展開しており、その大半は直営店だった。2008年にはリーマンショックの影響で世界的に大不況に見舞われたが、2009年9月期の総売上高は110億8400万ユーロであり、前年比8%の増収を記録した。ザラ単独では2013年4月末時点で87。 各国に1991店舗を展開している。1997年に日本法人が設立された。この時は日本のビギグループとの合弁であったが、2005年にインディテックスの100%出資に引き上げられ、スペイン本社の完全子会社となった。1998年には日本第一号店を渋谷に開店させ、2002年には原宿店を開店させた。 当初は日本での知名度は低く、店舗数の伸びは緩やかだったが、2003年4月に銀座店と六本木ヒルズ店を同時開店させてから、急激な伸びを記録。2008年には H&M が日本に上陸したことで、ファストファッションブランド全体が注目され、一気に店舗数を増やした。2007年4月時点では27店舗だったが、2009年に、 渋谷に55店をオープンさせ、2012年8月時点では79店舗を構えている。2011年10月20日にオンラインショップが開設された。2007年、ナチスのハーケン・クロイツがデザインされたハンドバッグを販売し、批判を受けて即刻回収する騒動に発展した。また2014年、ユダヤ人が 強制収容所で着用した服を思わせる胸に黄色の星型がついたシャツを販売、再び批判を招き商品を撤去した。2015年にはかつてザラで社内弁護士を務めていたヤンジャック・ミラーが企業風土に反ユダヤ主義が含まれるとして訴訟を起こした。それによるとザラでは人種差別的なことが平然と行われており、ミラー自身も ユダヤ系であることが会社に知れた途端に差別の標的にされ7年間勤務したザラを解雇されたという。ありがとうございます。